こんにちは。どうも、高瀬です。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとね、挨拶に変化球をね、かけてみました。挨拶の変化球、君の心へ、えー、カー<っ>みたいなね。今思わず君の心にストレートとかって落としちゃいました。変化球じゃねえじゃねえかってね。はい、えー、うるせえ授業しろという声が今、ワンサーが起きりましたの、ね、で、授業をします。 はい。えー、横浜国立大学のもですね。三角形 OAB があります。OA1、OB ルート3、AB が2。1対2対ルート 3! っていうことで、90度確定。はい。で、自然数 N に対して APK イコール N 分の KAB。はい。APK イコール N 分の KAB ってことで、ここを、K 対、 n になるように点を取ったわけですな。はい。で、一番は、その OPK の、この長さを求めてくださいっていうことらしいです。はい。今回はね、辺の情報たくさんありますから、予言定理を考えてみるといいかなって気がします。でここ60度。 で、APK の長さも,もちろん求まりますんで、1とこれと60度で予言 T で使えばいいでしょうか。はい、そんな感じでまずはやっつけてみます。 では三角形 OAPK で予言定理を用いてさあそしたら 1たす n2 乗分の 4k2 乗と、補サイン60度二分の一なんでこうピッピッと消してあげて、マイナス n 分の 2k。はい。では、まあ、これでルート取ってあげて、 こんな感じでした。はい、では2番見てみましょう。2番、えー、極限値えー、極限値こういう極限値を求めようという問題だそうです。 さあ、極限の式にシグマがついてます。シグマがついてるから、シグマ計算が可能ならば、シグマ計算した後に、極限とってもいいですけどね。今回、こいつは、こいつだから、これ、ここに放り込んでシグマ計算できるかっていうと、まあ、できなさそうですよね。ルートついてるからね。さあ、シグマ計算ができない和の極限。 どうするんでしたっけ覚えてますかシグマ計算ができないような和の極限。わかんないかじゃあヒントあげるね。句から始まって腕をやりますよ。わかんない。じゃあ4択あげるね。1、区分急積法。2、苦しい時は笑おう。3、くだらなくったって笑おう。4、 工夫下読糖。ああ、これね、同業者の皆さんね、ちょっとね、工夫下読糖おすすめですよ。声が出ない、声が出ない時工夫下読糖って飲むとね、スッと声が出るようになりますから。ぜひぜひ、お試しください。ある意味全部正解ですよね。<laughs> でも、この問題解くたびには、苦しくないから別に笑わないです。区分急積法です。そう、あれを使う場面なんですね。覚えてますか ?N 分の1を前に出して、 n 分の k の形を作って、積分に置き換える。はい。今回は n 分の1がすでに前に出ていることと、n 分の k ができていることから、まあ、あとは置き換えて解いていくだけでいいでしょうね。じゃあ、当てはめていきます。 で、OPK の2乗分の1だからね、これの2乗をつけてあげて。はい、こうなりますか。ね、したら、この後どう直していくかわからないって人はね、0から数学の方で説明してますから、そちらを参考にして、勉強してもらえればと思いますけども。はい、N 分の K を X に直して。 こんな感じですかね。さあ、分母が二次式のとき。これは、分母が因数分解できるかできないかがポイントですね。もし分母が因数分解できるならば、部分分数に分解したりとか、一次式の何とか状の形で見たりするけど、因数分解ができないときは、平方完成します。平方完成した後に、A 倍の単ンとすいたって置き換える、 例の流れになるやつなんだよ。だここでは平方完成をしっかりしていくことが重要かと思いますね。はい、そしたらこの場合は4でくくって、x2 乗引く2分の x プラス16分の1。で、マイナス4分の1を作るから、足す一1かな。 この形。はい。向こう行きましょう。はい。で、こうなりますかね。えー、確認しときましょうかね。x2 乗足す a2 乗という項を含むときっていうのは、x イコール、タンデントスイーターという風に A 置くと。二、ね、乗して、ここの二乗のものと揃うような形にしたいわけだよね。 したら今回の場合って4がついてるから混乱しやすいけども4、4× 何々の2乗が4分の3になっててほしい。ということは、丸自体は4分のルート3なのかな ?4 分のルート3という数字を前につけておけば、2乗をした時に4分の3が作れる。だからこの塊全体が、4分のルート3と、 タンジェントという風うに置き換わるといい形が出てきそうですよね。はい。じゃあ、置換しましょう。じゃあ、まず両辺、スイタで微分して、分母払っておくと、 x がゼロの時はタンジェントがマイナスルート三分の一、マイナスルート三分の一ってことはマイナス六分の π かな。で、x が一の時っていうのはタンジェントがルート三、タンジェントがルート三ってことは三分の π かな。では当てはめていきましょう。 マイナス6分の π から3分の π で。で、4分の3倍の1たすタンジェント2乗を。で、dx のところがこれに変わるんだよね。4分のルート 3dθ。あとは小さい2乗分の1と。ね。 したら、これが、こういう具合に効いてくるもんね。はい。したら、4分の1、4分の1効いてきますから、3分のルート3。で、1の積分は θ ーーだから、θ、あっ。で、こうなりますわねはい。したら、3分の π、プラス6分の π は、これ2分の π になりますかね。 ということで、区分急積法により、6分のルート3倍ということでした。はい。ということでね、えー、今回は、工夫下毒糖がとてもとてもいい薬なんだぞっていうことを勉強するコーナーでした。ね、あの、工夫下独を作っている会社の方、これからも宣伝しますんで、あの、たとえ日に <laughs> 送ってもらったら嬉しいな、なんて。3割冗談です。なんつってね。はい。ということで、 えー、受験生の皆さんもね、えー、ぜひ、区分求積法をしっかり練習し、もう式の形見た時にパーンと反応できるようにしてみてほしいですね。頑張ってください。それじゃあ、終わりにしましょう。また、次回お会いしましょう。バイバイ。えー、今回の動画、完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね。我々は他の単元の動画も撮ってます。 えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですからぜひホームページも活用してねじゃねー